ご来場の皆様、こんにちは。アメリカ出身のファイ・フィールド・レベッカと申します。現在、フリーランスで翻訳をしております。今年のサーピーター・パーカー・アウォーズに参加させていただけることを大変光栄に思っております。まだビジネスの経験があまりないので、参考されたときに正直言って何について話したらいいのか悩みました。 ですが、ジェンダーを研究した経験から、日本の現在のビジネスバズワードが、安倍首相のウーマンノミクスだと気づいて、最終的にトピックを決めることができました。本日話したいポイントは3つあります。まず、過去から現在に至る日本での女性の文化的、社会的な立場についてです。次に、男女平等に関して説明し、 現在の日本の職場での状況に関して話します。最後に日本に赴任した欧米の女性が日本で成功するためにできることと日本の会社ができることに関して話します。日本では女性の文化的な立場が時代によって極端に変化してきました。驚くことに室町時代までは日本は冒険性社会でした。しかし、 男尊女卑を基調とする儒教の影響が強まるにつれ、明治時代以来の女性の立場が低下し、両妻憲法に求められてきました。現在の日本に生まれてくる女性の権利は、ちゃんと日本国憲法に守られており、また、職場での立場は労働基準法に守られています。ただし、労働基準法にうたわれる権利を実現するには、 上司の補修的な考え方労働時間が長く男性優位な職場家事の負担収入の格差などまだまだ支障が多くあります統計を見ると女性の収入が男性の収入のたった5から6割でしかありませんさらに管理職の中での女性が占める割合はわずか11%取締役の場合では だ,だととということです驚くべきことに中国では取締役の女性が9%です日本は職場や社会での男女平等をまだ達成できていませんでは男女平等や男女同権というのはそもそも何でしょう男女平等とは簡単に言うと男女の性別による差別を受けないこと またしないことです男女平等の各国の男女平等率を把握するためには世界経済フォーラムで毎年発表されている世界男女格差レポートというのはありますがそれが元にしている項目は経済活動の参加と機会教育政治的エンパワーメントそして健康と生存です残念ながらも 世界男女差別指数では日本は136か国中なんと105位ですその中で最も顕著なのが経済活動の参加と機会です現在の日本の大半の職場では働きながら子育てをしようとしている母親にとっては十分なフレクシビリティや準備は設備がありません 男性優位な職場の職業文化では残業するのが義務に近く、保育園が閉まる前に子供を迎えに行かなくてはならない母親はその期待に応えられません。さらに保育園も少なく、ビザの問題からより長い時間を働いてくれる外国人のオペアも雇うことも困難な状況です。したがって一人目の子供が生まれたら70%の 女性が仕事を辞めてしまいます子育てをしている方だけではなく子供のいない女性に対しても偏見が支障をきたしています私の友人にもご主人の転勤の時に退職されるかもしれないので採用できませんと断れた人もいます彼女は仮に音が転勤になっても仕事を辞めるつもりはありませんでしたが そう説明する機会すらありませんでしたしかしゆっくりではありますが日本の状況も改善されてきてます例えば週60時間以上働いている30代の男性の比率がこの20年間で4%も減少してきました平成4年では出産後も妻が仕事を続けても良いと思った男性がたったの23%でしたが 平成24年にはその割合は倍以上に増えていましたさらに就業者に占める女性の割合が4から6割にも上がりました私が日本に住んでいた6年間の間2年ほどアップルに勤めていましたアプルはもちろん外資系ですが外資系ではありながらもスタッフの半分以上が日本人でした 会社はフレックスや優れた産休制度を通じて積極的に子供のいる人を支援していたため出産後に退職する人がいませんでした。オーバータイムしないよう毎日のようにお疲れ様でした。定時ですので家でゆっくり休んでくださいと言われたぐらいです。この20年間の間日本はだいぶ進歩してきてましたが 日本に赴任した外国の女性はまだハードルがたくさん残っています。従業員一人を海外転勤させるには、一年間に25万ドル、つまり現在の為替で約3000万円がかかると言われています。その海外駐在員が現地の生活に慣れてくれないと企業も困ります。様々な原因が関わってくるとは思いますが、 それでは、日本で働こうとする外国人の女性は、どうやって準備していけばいいのでしょうかそして、日本の企業はどのように受け入れ準備すればいいのでしょうかまず、日本に働きに行く女性は、性別的な差別に関して自分の考え方をある程度改めなければなりません。通常、欧米で言われたよお、言われた起こるようなことを、 文化的なレンズを通してみればいいのではないでしょうか。つまり、相手はそれが言ってはいけないことだと知らずに、悪気なく言ってしまったのかもしれません。そんな時は、一人で黙って我慢したり、感情的になったりせずに、相手の発言によって気分を害しましたと伝えてみればいいのではないでしょうか。さらに、 日本ではまだ女性上司が少ないため、そういった状況に慣れてない人は少なくはないでしょう。それに女性の上司がいる会社の女性でさえも、いきなり上司として入ってくる欧米系の女性を妬むこともあるそうです。逆手にとって、日本人の女性と協力し合い、女性でも役職に就くことができる環境づくりを目指していくべきではないでしょうか。 外国の女性を野党会社側でも、すでにスタッフにいる、すでにスタッフのためにも、すでに、ごめんなさい、すでにいるスタッフのためにも、新しく海外から来るスタッフのためにも、異文化交流教育を行われば、よりスムーズなトランジションができると思います。さらに、細かいことでありそうですが、マネジャーなどの曖昧なタイトルではなく、 具体的な役職のタイトルを与えられた欧米の情勢が現地との社員の緊張関係が少なく自信を持ち成功率が高くなるそうです安倍首相のウーマノミクスにある2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%以上に引き上げるというのは難しい目標ではありますが 日本は徐々にその目的に近づきつつあります。継続は力なりです。ゆっくりと、しかし着実に目標を達成するのが得意な日本人なら、必ず目標を実現できると差し締めてます。ありがとうございました。デベッカさん。 同じ女性としてとても興味のあるお話ありがとうございましたトランスレーターということなんですが日本語をお使いになっていらっしゃるということですかあごめんなさいちょっと聞き取れなかったのあのトランスレーターということなので、はい、日本語を使ってらっしゃる、はいえー、日本で6年間働いていらっしゃったということですが、はいえー、日本語を勉強はそうですねあの勉強し始まったのが13歳の時だったんですね はい。何年間ぐらいされたましたか。あてことは十まあ独学ほとんど独学だったんですけど、十六年間勉強を続けています。はい。結構長く。はい、はい、長いです。どうしてその独学で日本語をまでお日本語をされたいとその長い間思われたんですか。はい、きっかけは何かありましたか。まあ正直に言ってそんなに。 13歳だったので覚えてないんですけどおそらく私田舎の人なのでおそらくつまらなかったんでしょうね <laughs> 若い頃だから何か刺激探してたかなとは思うんですけど <laughs> でもちろんあの文化もすごい興味深いし、まあ、自分の国アメリカはそんなに長い歴史がないので。 やっぱり日本の長い歴史に惹かれたところもありますしなんだろう漢字もひらがなもカタカナもあってすごい難しそうだなと思って自分にチャレンジししたたいいなと思,思いました、はい、今お仕事でねあの使われてらっしゃるということですが、はい、日本語はどうやったら、ね、レベッカさんのように上手になれる <laughs> 一言で皆さんにお伝えしていただけますか マニアックになればいいです <laughs> 日本語でもあの寝言を日本語でも言うぐらい日本語漬けになってますかあすまあ寝てるからわからないんですけど <laughs> 一応日本語で何か言ってたっていうのは言われたことあります寝てる間に <laughs> もうじゃすっかりと身についてますねおそらく <laughs> ありがとうございましたありがとうございました はい、続けて質問です。はい。あの、ウイマノミックスはうまくいくと思います。あと、五年しかありませんけども。<わ>ウイマノミックス、二十パ三十パーセントですか。女性の。まだまだだと思うんですけど、まあ、それでも。二数、二千十四年後終わったばっかりなので、あと六年間が残っていると思うので。やっぱり。大きい何かが変わらないと。 その目標には達成するのが難しいと思うんですけどやっぱり近くなればなるほど周りのみんなの意識が高くなるとは思いますね、まあ、そう願ってるんですけど、はい、あの意識も大事ですけども、うん、結インフラが揃ってないとなかなかうまくいかないですよね確かに例えば保育所が増やすとかね、はい、企業が残業させないとかなんかいろいろなことが関わってきますけども、はい、確かに 結構,か結構難しい高いハードルじゃないかと思うんですけども、はい、どうですかねあの大丈夫ですかねさ安倍さん大丈夫ですかね <laughs> そうですよねまあまあこれはどんなどんな政治の人に関しても思うことなんですけどおそらく政治の人が言ってるのが願い事なんですよねだからまあ ででききるかかないかそういう問題というよりもまず意識,意識というかその考え方を作っていかないと達成することはありえないのでできなかったとしてもそのなんだろうみんなが話す話すことができるなんだろうみんなが気づくようなところにこの問題を持ってきたっていうのが一番大事だと思いますしそれから時間間に合わなかったとしても。 それが変わってきてるっていうのはじほん本当のことなのでなんとかなるとは思います2020年にはまで、ま、間に合わないかもしれないんですけどレベッカさんが日本で仕事した頃と、はい、今と比べて、はい、もうだいいいぶ進歩はしてると思います実は私外資系で働いてたのでそれは最初から難しかったとは思うんですけどその,あの比べるのが。 でもやっぱり、なんていうのかなその、日本のニュースサイトとか見ても、日本の、あそういえば政治のサイトもあるんですけど、gender.go.jp というサイトがあることは本当にいいと思いますし、5年前にはなかったと思います、そのトップページのイメージがあの主婦になっているパパが。 の絵が書いてあって、それが本当に新鮮的だなと思いまして、はい、変わってきてると思います。せめて意識が、はあの、ル、はい、ベッカさんのお話のタイトルが「キャリアウーマンとヤマトナデシコ」っていうんですけども、うん、はい。はい、あの、ルベッカさんにとってヤマトナデシコってどんな人だと思います？ヤマトナデシコ、まあ歴史的なレンズを通して見れば、やっぱ。 やっぱりおとなしい女の人なんだろうなとは思うんですけど私的に今だと大和,大和なでしこっていうのは家事もできてるしでも旦那さんと協力し合ってそれをカップルとしてやってるしあの子どもの育てを半々でやってる何だろう 任せっぱなしで大丈夫と思ってる女性ではないんですよねちゃんと自分の言いたいことを言えている日本人の女性が今の大和なでしこだとそれが現代版の大和なでしこと思ってますはい私の理想的な大和なでしこですねわかりましたどうもありがとうございました <laughs> ありがとうございました